こんばっち、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才キャッチャー作成。右投げ左打ちのキャッチャー、フォームはひじり。好きな球団はヤキリ君からキャッチャー B 狙いで中日でやっていきたいと思います。ということで、天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていきましょう。ドン。星176。いいですね。ただ F が3つ。で、矢部くんがおる。そして宝箱がある。素晴らしい。さて、まずは矢部くん。まだね、へっすらくれないですね。そしたらば、とりあえず箱を取って、野球超人伝欲しいな。くれないですか？総力。いいね。じゃあパワーにしちゃおう。で、トリマパワー行ってから、回復3。いや、こういっちゃう。ナイス超回復。これは勝ち。ありがとうございます。よしよしよし。さあ、ステージ終了。ステージ2。箱はない。ボナス手もない。赤が多い。マジか。赤がちょっとというか、かなり多いね。青、ナイス。補給。これはちょっと行く価値ないかな。ガンダ、ガンダ、ガンダ、ナイス。侵入カード。働けば強いね。よいしょ。うわお、ナイス。それはうまいな。ってことで、ここまでかなり順調に来てますね。ヒーリングも動くし、いいぞ。ただね、キャッチャーなんでね、守備力上げたいですね。で、中日は、新キャラ、来ないか。キャッチャー B ということでね、かなりね、今までどうしても横浜がね、キャッチャー作成は圧倒的に強かったんですけど、もうね、横浜だけじゃない。中日もいけるんだというね。まさか2つ持ってくるとはって感じだね。ナイス鳥海。はい。ナイス鳥海連発。強。引きがいい。もう一丁。あー、引くね、引くね。回復引くね。そしたらこの回復は渋くなる。箱。いいじゃん、いいじゃん。悪くない、悪くない。選手にもあるし。うわー、輝いた。輝いたはガチすぎる。まあ、取って、先週は逃がしたくないね。ナイス。バントか。バントはさすがに渋い。で、やる気取って、新守備。トレジャー。トレジャーさん、いましたか。まあ、これはシャッフルしないでいいかな。最後、もう一回回復ないかな。うわ、ノリノリ。ナイス。いいね。順調ですね。しっかりと育っておる。さあ、ステージ4。あ、いいね。ノリノリ中にやる気をね、潰せんのありがたい。で、補給。368。まだまだだ。まだまだ、もっともっと伸びろ。あ、で、これは下回りと。左からぐるっと回って、そろそろ降ってくるよ、やつ。やつ来るよ。あ、そこにいるじゃん。ね。ヤキリくんって読むのかちょっとわかんない。まだね、確認してないんですが。キャッチャー B をくれることだけは確認した。さあ、どうだ？くれ、ない。残念。強。でもな、これ、赤おにぎりが、うわ、また超回復？強すぎるって。シャッフルはちょっとしたくないけど。これ、ロックオンされる可能性あるからな。怖いな。下向き。はい。いやー、完璧だろ。あー、やる気いった。やる気いったー。でも、回復しまくるよ。ナイス。いいね、いいね。伸びてるね。赤を消す。わー、それ行きてーな。行きたいけど、これはシャッフルでいいか。取って、回復がまだね。ははは。強。輝くんです。鬼強すぎて、びっくらぽん。で、まだ、ね、ここ上げて、さらにシャッフルする。いいぞ。
で回復もまたいけると。いやー回復量がマジで素晴らしいわ。でミート、総力はちょっと遠慮しておこうか。はい、赤が青、マジか、強っ。ミートいっちゃって、はい510、ステヨン伸ばしすぎ、上がりまくりですね。さあステージ5ラスト、まず行くじゃん。新ミート、強っ、強すぎ。ワロタであって、守備、あーやば、これ600いくな。でカレンさんもこれはもう意識しないで大丈夫でしょう。わあこれ総カタッシュ、ワンランクいきてえな。わあここ行きたいけどね、総力がここにしかないか。そうなると潰さないといけない。あ補給の威圧感、やべえ、それはやばい。下向き、オッケーオッケー。あー総力が、総力が取れねえ、総力が取れない。うーんこれ取りに行ったらここ来たら死ぬんで取り行かないと。オッケー、補給ワンランクダウン、623、赤やば。それはひどい、それはひどいって。頼む頼む、ナイス、生きてた、ドーン、危な、死んだかと思ったよ。もう何もできないですね。あ待ってよ、そうだよね、まだ野球マンっていう夢があったわ。あなかったわ一応冷静にまだ野球マン来てねって思ったけど、素晴らしいですね、ありがとうございます。ただミートはマックス、総力ワンランク上げたいけど、これ上がってくるルートね、彼女にはないかな、彼女にはちょっと遠いですかね。はい、ということでまあいいでしょう。うん、総力肩あとワンランク上げたかったんですが、それでもね素晴らしいキャッチャーできました、ありがとうございます。ということで名前設定いってきましょう。はい、名前設定しきました。名前星623からむつみちゃんという名前になりました。いかがだったでしょうか。ハテナマスめちゃくちゃ調子良くて能力伸び伸び、バントのある威圧感とはどんな感じでしょう。果たしてこの子がどんな成績残すのか期待してオートペナント回してみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら、打率3割7分9厘、見事ミート S100 威圧感ダントツですね、素晴らしい379ということでね、205安打最多安打のタイトル、200安打を到達、46の二塁打も最多なんですが、ホームラン43本村上くんに負けてしまいました。3本差悔しい。でもね塁打数はねダントツですね。で打点もね5個差です、負けてしまった。うん、得点圏打率やや下げしてしまったんですが、得点圏打率ではね勝ってるんで、単純にまあ得点圏のね、うん、ランナー返した人数が違ったというそこでしょうか。あとは得点133、これはダントツ。ファーボールも100個超え、唯一ですね。でデッドボール6個の盗塁が9個、まあ走力 B79、 一発が多かったんかな、うん、長打が多かったんでしょう。であとは猛打賞が28回、やばすぎる。で対左対右はまあ左で、うん、ちょっと落としちゃってるね。で長打率は7割超え、ダントツですよね。で出塁率4割8分3厘、これもタイトルゲット、強すぎ。で OPS は 1.189。 そして今回キャッチャーなので守備編も見ていくと、守備編括弧保守専用のページがあります。なんとね新しく視察補佐そして守備機会というのがね新しくね増えてます。これ面白いですよね。合計で1177回、
全チームでダントツですね。ダントツで一番守備をして、まあ、あとパスボールの回数もあるのか。これはまた面白いね。で、盗塁で、まあ、刺した数と、走られてしまった数もね、これ分かれて見やすくなってますね。今回のむつみちゃん、98回に対して60回走られました。阻止率は3割8分8厘とよく頑張りました。ということで今回のむつみちゃん、取ったタイトルは、首位打者、最短打、最高出塁、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ、MVP の合計7個でした。いかがだったでしょうか？ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。